ワクチン用の冷凍庫を載せた車が今到着しました。午後3時半ごろ、いわき市の総合保健福祉センターに新型コロナウイルスのワクチンを保管する冷凍庫が到着しました。ワクチンにはいくつかの種類がありますが、そのうちファイザー社製のワクチンはマイナス75度前後で保管する必要があります。新型コロナウイルスのワクチンとして今月15日にも日本で初めて承認される予定のファイザー社製ワクチン、国はこのワクチン接種に向け保管に適した超低温冷凍庫を各都道府県に配置していて、県内では2月末までに27台配置される見通しです。そうした中、いわき市には合わせて4台が届けられました。冷凍庫1台につきおよそ2万回分のワクチンが保管できるということです。安全性ですとかその内容についてはですね、承認後にいろいろ情報を出していただけるということですので、国からそういう情報が届けばですね、我々の方としても市民の皆様に確実に伝えられるように努めていきたいと思っております。ワクチン接種に関するスケジュールについて、県は3月中旬から医療従事者への優先接種を始める方針で、その後4月1日以降に高齢者への接種が始まり、施設の職員、一般の住民の順で接種が進むということです。